証券コード8040東京ソワール今日はこちらの紹介をします証券コーード東京ソワールは婦人フォーマルウェアを専業で手がける会社です日本で初めて洋装のブラックフォーマルを開発し日本に根付かせました創業者がオーダーメイド出身であることからエレガントで精錬されたデザインのフォーマルウェアが作られます洗練されたデザインで多くの女性の心をつかみトップメーカーとして知られるようになりました 株主優待はオンラインショップクーポン2000円相当などがもらえますまたフォーマルメッセージ .com の20%割引クーポンも同時にもらえますフォーマルウェアなどは高価なものは10万円を超えてしまうので冠婚捜査や受験などこのシーズン特にそうですが必要な人にとっては嬉しい優待かもしれませんねこの優待年に2回来ます権利確定日は6月と12月年2回です気になる現在の株価はこちらです ご覧いただいてわかる通りコロナ食後、なんと低迷したままなんですよね。 これまで、ね、ご紹介してきた銘柄と違ってちょっと心配ですかねコロナショック前からすると半値とまではいかないんですけど、まあ、約3分の2ぐらいになってます先ほどご紹介した通りフォーマルウェアなど大きな買い物をする人にとっては魅力的な銘柄かもしれませんまあ20%オフってね大きいですよねこういう優待券って1000円以上とか、まあ、1万円以上お買い上げの場合とかっていうね加減が決まってる、まあ、条件がつく場合が多いんですが上限が決まっていることってあんまりないんですよねまああるものもあります けれどもそんなになくて逆にねこういうフォーマルウェアとか金額が大きいものっていうのは、まあ、2万3万4万ぐらいすぐにねバックされそうですよねそうやってみると利回りはまあいい方かもしれませんでは早速こちら開けてみたいと思います 中にはもう何も入っていません中には1233 3つの書類が入ってましたまずはこちら第52回定時株主総会招集後通知ですそしてこちらが議決権交渉ですね見てくださいこれこんなに議案があるのかとすごいですねちょっと後で中身見てみますそしてこちらが保護シートですね割愛します議案多いなこれ何がそんなにあるんだ役員の選任の件とかその辺はいいか 7号議案かっこいいこと書いてありますね譲渡制限付き株式報酬制度の改定の件かっこいいこれ後でちょっと勉強のために読んでみます、まあ、重要なところはですね第1号議案かな利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件なんかちょっとねまずいことが書かれてますね 多分まずいことだと思うんですけど、こちらですね第1号議案。なんて書かれているかというと、事業報告に記載の通り、当期は大きな損失を計上することになりました。つきましては繰り越し利益剰余金の欠損を補填するため。 利益準備金の全額を減少させることといたしたしく存じますまた合わせて繰り越し利益剰余金の欠損を補填するとともに今後の機動的な資本政策及び株主の皆様への配当に備えるためあここ頑張ってほしい別途積立金の全額を取り崩し分配可能額の創出を行うものでありますまあ大人のね言葉を使いながらちゃんと説明されてるもののあまりいい報告ではこれないですね。 まあ株主の皆様への配当に備えるためっていうところはまあいいとしても取り崩しとかなんとかっていう言葉を聞くとねちょっと心配になってしまいますねまあこの株主総会後の次の通知にちょっと期待したいと思っていますまあ振り返るとこの1年見て旅行業飲食そしてアパレルですね 名言が分かれましたよね。マクドナルドとか分かりやすいですがコロナ直後さらに売り上げ伸ばしましまたもんね。あとはそうですねオンラインに切り替えることによって、まあ、イノベーションを起こし株価が急上昇したっていう銘柄もありましたよね結構ただアパレルはあの業界全体的に閉店や店舗統合撤退など厳しいものがありまして のでオンラインショッピングにね力入れるもののそもそも外出しないとかねそういう事態になってたのでなかなか売れ行きが良くなかったのかもしれませんよねこれから緊急事態宣言解除後そしてワクチンの効果、まあ、こういったものもいい材料としてアパレル系のね復活を祈りたいところですね以上今日はそんなにハッピーじゃなくてもでもハッピーなカズでした you